2023年一発目のクラッシュです。145。さあ田辺梨紗子さんに伺いましょう、はい、女子の戦いというのはどんな風に映ってるんですか？そうですね、K1 初の女子大会も見に行かせていただいたんですけど、はい、女子ならではの力の入れ方、はい、気合の入れ方をすごい感じて、はい、やっぱり身近に感じるので、なんかより応援したいなというか気持ちが入り込む感じがあります、はい、そうですか、はい、まあ、アクションに向かってアクション女優を目指してっていう側面もあるんですか、田辺さんは？いや、スポーツとしてアクションとかをこう楽しんでやってるんですけど、はい、K-1 ジムにも行かせていただいてて、はい、やっぱり自分でやってみるとこの技術の凄さが分かりますよね、うん、今この打ち合いズバリもうスタート直後どう見えてるんですか？まあ、素人だから当たり前なんですけど、はい、自分が当てることはできるんですけど、相手のものがもう全く見えないんですよ。なのでなんかもう本当に素人的に見たらもう一発当たってるだけですごいみたいな。このパンツもすごい、これ打ち合ってますね。そうですね、いやアニンタアリ選手、はい、本当に2人ともこうしっかり構えてストレートを思い切り出せますよね。そうですね、本当基礎がしっかりできてる、はい、と思いますね。で38歳からプロデビューってめちゃめちゃかっこいいなって思います、ね、青いグローブのゆか選手、まあ、お子さんが3人いるんですね、はい、でそのお子さんを産んでからシェイプアップのために格闘技を始めたと。左のフック、これ耳の横のあたりから右のストレート、青いグローブがうなりを上げます。石川さん、2人の攻撃重たいですね。重たいですね、はい、ゆか選手は、ねこれね、遅く始めたのに これだけの、ね、動きの良さというのはそもそもの運動神経の良さ、はい、身体能力の高さ、アスリートとしてのポテンシャルの高さをまず感じますよね、はい、この正美選手は、ねもうベルト体感したことのある、ね、ベテランファイターですからね、はい、その相手にしっかりこういう風にね真正面で打ち合いができる、むしろねこの伊賀選手のパンチの方が当たってるこの右のパンチ多いですからね。そうですね、はい、ここもそうです。さらに左ジャブから右ストレート、ワンツーの攻撃には左突き上げるように赤いグローブの正美、うん、正美選手でもやっぱね、はい、さすが、もう上半身のね毎回思うんですけど肩回り腕、はい、二の腕のねたくましさとね、圧力が強い、はい、あとパンチフックアッパーの内訳もね女子とは思えないぐらいの力強さを感じますよね。そうですね、まあ、残り1分を切りました。いや田辺さんちょっとすごいですねこの打ち合い。そうですね、もうドキドキして見てられない感じですよね、まあ、鼻の周りちょっとまさみが赤くなっているか、そしてゆかはもう絶対に引かない戦い得意としています。左で止める、右の前蹴り、そしてちょっと左側に動いていきます。互いに引かないですよね。そうですね、正美選手の、右の合わせ、はい、フック気味のパンチが、ゆか選手ちょっとさっき反応できてなかったんで、はい、この後クロスタイミングクロスで当たればもしかしたらカウンターで当たったら、はい、っていうぐらいの、うん、さあ威力ありそうですね。そうですね、探ってローキックはゆか、正美が返す。正美は右目の下のあたりだいぶ赤く腫れ上がっていますがパンチの数は減りません。いやでもアニンタ選手ともにもこれ下がらないんですよね。そうですね、お互い被弾しながらなんですけど、はい、っどっちも前に詰めてて、ね、すごい迫力があります。食らいながら食らわせてという戦い、うわーもうだいぶ石川さん、そうですね、ちょっと腫れが気になるぐらい、はい、これだけですね腫れてるってことはもうリカ選手の拳が硬い、はい、パンチの質が重いっていうことの表れですね。たった1ラウンドですからね、田辺さん、はい、もう顔面捉えるとこうドスッドスッっていう音をお互い鳴らしてますもんね。そうですね、もう二方ともすごいかっこいいですし、はい、ゆかさんのコスチュームにリボンついてるじゃないですか、はい、そのコスチュームにリボンつけるような可愛らしさがあるんだっていうような、もうかっこよすぎて、はい、女性らしさを忘れてしまいます。そうですか。で気になるのは、あ今来ました、こちらリボン右左両方ついてますね。まあ、前回は代々木での戦いだったんですけれども、お子さんがバレーボールをしていて、代々木がその聖地なので羨ましいななんていうふうに、ゆかは言われたそうです。さあ第2ラウンド、まさみが自分から出てきました。アニンタ選手これでいいんでしょうかね。そうですね、今はもうどっちも自分の距離にするために前に詰めている状態だと思うので、しっかり
あれですね、食らわないでなるべくこうさばきながら自分の攻撃当てれるようになるとよりいいかなと思います。まあ、というのも本当にこう足動いていない時間長いですもんね。そうですね、もうその場で打ち合ってるって感じなんで、まあ、石川さん、これも2人がそう決めたっていう戦いなんでしょうかね。そうですね、これこの試合も噛み合ってますよ ね、 ね、うん、うわ、右ストレート、この右で相手の右目の下も打ち抜いているのがユカ、青いグローブです。互いにですね、互いに右強いですよね。そうですね、もちろん失速させましたね。あー、まさみが出てくる、圧力が勝り始めたが、でもこれもユカ選手、いや、気が強いし体が強いんだな。回転、で左、左と左、アッパーから右のストレート。ユカ選手のパンチの音がゴツ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 、やっぱ硬い、重いですね。そこにストレート、右で負けないというのがまさみ、赤いグローブです。ちょっと田辺さん、一瞬こうぐしゃっていうような音もするんですよね。いや、そうですよね、前蹴り、はい、もう見てるだけでドキドキしますね。もう前に前に、両者ともすごい気持ちが伝わります。前に出てきたユカ、パンチの回転数でマサミが下げようとすると膝右のストレート、さらに青いグローブのユカです。互いに、ね、打ち合いながら前進してるんで、はい、この右を合わせるカウンター取れば、はい、かなりの威力になると思うんですよね。そうですか、うん、カウンター、まあ、合わせができたら、はい、お互いの方が重いので、はいはい、ダウンさせられるようになると思います。まあ、確かにアニータ選手、こう自分のリズムでリズムでっていう風な戦いなんでしょうかね。そうですね、どっちもこの距離でクリンチもなしなんで、はい、本当にすごいどっちも打ち合うっていう気持ちが前面に出てて、どっちも本当に譲らないぞっていう感じが出てるんで、あと1分ですけど、どういう感じになるか、はい、ここでアクセントですね、ボディだったりとか、はい、さっきのカウンターのクロスだったりとか、それによって動き、自分で流れ変えられると思うんですよね、はいはい、お互いこれ最後まで気持ちが切れないことは、おそらく残り40秒切りました、第2ラウンド、気持ちがきっと切れないので、パッと目を見開いて、まさみ、この階級にはクラッシュ女子のタイトルはありません、5位です。左から前蹴り、まさみに、それに対してはワンツー、左右、ゆかのパンチ、残り20秒切りました。いや、右には右、打ち合い、ボディにゆかの拳、さらに画面、まさみが、いや、どれだけ食らっても下がりません。圧力、ガッセン、キャリアでまさみ、まさみの右ストレート、コーナーに相手を押し込んで第2ラウンド終了です。いや、田辺さん、ちょっとこうボルテージまた上がってきましたね。そうですね、10代の2人の試合がなんかテクニックの戦いっていう感じに見えたんですけど、この前の試合ですね。そうですね、はい、このお二方は30代の、はい、もう気持ちの強さの戦いっていう感じで、その大会自体の面白さを感じています。まあ、女子の戦いっていうのもこれから昨年 K1 女子オンリーの戦いがあって、さん、まあ、どんな風に彼女が背負っていくのかっていう、これ気概も見えますよね。そうですね、はい、もうね、リングに上がっている以上はね、男子女子関係なくこのクラッシュ K1 のリングなので、とはいえやっぱ心配になるぐらい の、激しい打ち合いですよね。まあ、そんな中で、まあ、こう顔の様子、大きく変わっているのはまさみの方です。そうですね、これ1ラウンド目のね、はい、パンチでこの変色と腫れですからね、先にリング中央を伺おうというのは青コーナー、青いグローブのユカの方でした。鋭い眼光、前蹴りからユカ、青いグローブです。それに対してマサミ、いやー、新田選手もちょっとこれほとんどパンチですね。そうですね、前蹴り、すさまじいパンチの打ち合いになってます ね、ここに変化欲しいですよね、アクセント、ボディだったりローだったり膝でもですね、はい、アッパーとか下から攻撃とか、はい、まあ、確かにこの距離になると膝は良さそう、まあ、そんな気もします。いやー、でももつれて、これタイムストップにはなかなかならずに打ち合っています。田辺さん、もう期待するところ教えてください。いやー、もうやっぱりマミ選手が KO に狙いすぎないって言ってたので、はい、マミ選手のなんか考えてた戦い、マサミ選手、はい、あ、ごめんなさい、はい、できてるんじゃないかなと思って、はい、そうです。右ストレートはユカ、これ離れた距離ではユカの右がよく当たります。アニタ選手、開始1分、最終ラウンドどうですか。
そうですね、やっぱ2ラウンド目と同じでパンチ中心になってるんですけど、はい、ここでちょっと蹴り出してもらったら蹴りからパンチのコンビネーションとかで、はい、よりこう有効度当てられるんじゃないかなって思います。まあ、その点では石川さんとアンダーリ選手共通のコメントがあります。そうですね、例えばさっきの試合もあったけど、今お互いスタンスが広いので、はい、左のインローですね、インローを蹴ることでバランス崩させて、そこからまたパンチ当てやすくするっていう戦略ですとかね、はい、でもそれよりもまずこのお互い気持ちが先走って、ね、ここで一歩でも引いたらポイントアウトしちゃうし、ま、ポイントされてしまうっていう、はい、ところでギリギリのところで戦ってるんだろうなっていう心境が見えますよね。で、田辺さん、ゆかの表情が特にこれもう目鋭い、顎キッと引いてますね。そうですね、もう本当に目力で、はい、あー、まさみのパンチ、それを崩そうと、まさみ、これが16戦目。手数でいうと、パンチヘッド数でいうとまさみ選手のが若干上回ってるかなと思うんですけど、ゆか選手はそのパンチをもらったと必ず返すんですよね、はい、うん、そう、やられたっていうの分かってるんですよね、うん、はい、それを速射砲のようにまさみ、そうだ、これどういう風にジャッジが見てるかっていうところが、ね、分かれると思う。ラスト30秒です ね、 残り35秒切りました。ゆかはまだプロ7戦目、女子の戦いゴツゴツと最初から最後まで右のストレート、まさみ、このね、やっぱり ロープを背負わせる場面をどれだけ作るかっていうのがね、この勝つためには大事な部分です。まさみが来た、まさみ選手勝ち方分かってますね、ここでまとめてくる、あと12秒、では止まらない、ゆかもより正確に顔面捉えていきたいところ、それでも右、まさみが空振りさせて自らはストレートへ、いや、お互い声を上げながら止まらない打ち合いでした。田辺さん、どんな気持ちになりましたか？いや、もうやりきったんだなっていう感じですね、はい、まずそれですよね。そうですね、まさみ選手今顔見えてるんですけど、はい、ちょっと心配ですよね、目の下も腫れてるし、はい、いや、すごい戦いだったなと思います。さあ、両者中央、この後判定の発表です。ジャッジ西村30対29、赤まさみ、赤まさみ1票、ジャッジ豊永30対29、赤まさみ、まさみです。ジャッジ梅木30対30、ドロー。以上、2対0、判定2対0をもちまして、勝者赤コーナー2人が30対29、1人が30対30のドロー、相譲らずという採点。いや、接戦でした、殴り合いでした、制したのはまさみです。さあ、アニッタ選手に伺いましょう、どのあたり分かれ目でしたかね。そうですね、お互いパンチの打ち合いと食らってる相手に当てた数とかは本当にどっちか分からないぐらいだったんですけど、はい、ラスト30秒のところでまさみ選手のやっぱポジション、相手をこうコーナーに持っていくポジションがやっぱ印象すごい良かったので、はい、そこポイントになったのかなっていうのは思いました。いや、球数多いんだなというのが分かりました。田辺さん、はい、最後に一言ください。やっぱ声を出してこう戦い合う女性がもうかっこいいなっていう、はい、はい、一言です。そうですか。いや、そんな2人の戦いでしたね。まさみ、これでプロ11勝目、